そめんクラブ YouTube。 おはようございます。おはようございます。ただいま午前11時。早いね。そんなちゃん、うん、普通の人からしたらそんなちゃん。そうね、私たちは今車に乗っておる。この画角も初かね。そうか。そうよ。お前な。街並みに打ってくれたんで。ありがとう。もう今日は喋りません。じゃあね、グレタはちょっと運転に集中していただいてね。別に喋れば。4歳が運転していいんか ?4 歳、これなんかあれやん。あの、ゴーカートやから、これ。今、ゴーカート乗ってんの。だから車に乗ってる感覚がなかったやな。そうやで。なるほどね。全然、あの、使ったりしても大丈夫。ダメや、うん、絶対ダメや。予定全部崩れるわよ。ということで、はい、まあ、ある場所に向かっているんですけれども、はい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 、何が楽しみですか、一番みんな。あ、でも確かに空気美味しいイメージある、うん、新鮮さ。酸素一人吸いに行くの。まあでも僕はやっぱ食べ物ですよ。いや、めっちゃわかる。なあ、海鮮食べたい。わ、いいな、食べたいな。エビ、エビね。エビか。でも俺なんやろな。あ、こ、あ、でもこれちょっと言ったらバレるから。まだいいわ。まあ、あの、和菓子。和菓子。お、あ、はい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 、あのね、はい、めちゃめちゃ有名なやつね。はいはいはい。めっちゃくわ。そうか、それの聖地か。わらび餅。わらび餅は別に究極どこでも食えるけどな。いいえ、わらび餅食べたいです。あ、ほんまや、それ食いた。和菓子、和菓子、有名な和菓子があるんで。お土産といえば。そうやな。それをちょっと僕は狙って。え、嘘や。あ、出てきた。色の名前が入ってるわ。豊かで手土産にいいですね。グレータグレータお土産やって。バイバーイ。4文字にいっそめん。ということでね、残り11月は3日となってるわけですよ。もう早いな。そうね、この怒涛の毎日毎日終始投稿。なんか私たちの場合はこうなんか遊んだりとかっていうのを企画にしたりしてるから、しかもなんていうの、偏ってないというか、そのなんとか YouTuber さんっていう名前でもないからさ、 YouTuber さんの人ってやっぱなんか美容系だったりだとか、 VTuber、 Vlog とかあるんですよ。ある中でなんか私たちはこう、これ言ったら Vlog に当てはまるっちゃ当てはまるけど、別に Vlog ではないし、っていう面では企画バラバラでしたね。総合エンターテインメントやもんな。総合エンターテインメント、その名もイソメンターテインメントやもんな。はい、流されたな。うん、はい。私もちゃんとグループ名言った。あ、ほんまに。っていう感じなので、まあ、あの、いろんなジャンル楽しんでもらえましたかねっていうところなんですけれども、まあ、とりあえず毎日投稿は11月末となっているわけで、現段階では。はい。今日から3日間は、私たちの、まあ、1日旅なんですけれども、うん、を収録したものをお届けしたいと思います。はい、打ち上げ。まあ、それもあるね。
んな感じでもいいよ。普通に楽しかったでもいいし、なんかしんどかったでもいいし、なんか、うん、記憶に叩いてかぶってじゃんけんポン楽しかったもんな。 あれミラクルやったの、うん、しまってんじゃなかったよな、あれ。マオの過去一のテンションが見れると思うぐらいやったよな。なんかびっくりした自分でも。何で自分楽しんでるなって。楽しそうやったもんな、めっちゃ。あれ改めて見返して自分でもびっくりしたんちゃう。やっぱりなんかレジが一つ多い。多い、多い、逆に多い、逆に多かった。で、なんかちょっと狂ってたかなと。あ、なるほど。リンクは俺もう気楽に行くからね、別にそんな構えんでいいよ。印象に残ったこと、あ、けどなんかこの1ヶ月を通して、あ、さっきの青がテンション高かったじゃないけど、青のヤバさがもっと分かったかなっていうのはあるよね。まずその体調面、自己管理できてない。できてないっていうのと、そう、初っ端からもうケツにかけてずっと鼻のズルズル音と、この1ヶ月毎日とほとんど風やん。そう、ほとんど風やったし、今日のだけちゃう。ASMR の鼻のシュって言おうと思う。めっちゃ聞くの大変やった。すいません。あれでもだいぶ減ってる声。すいません。確かにね、だからそういうのとか、あとはそのなんていうやろ、中二病になったね、この1ヶ月の青は。よりよりなんかクッソとか。確かに。クッソずっと言ってた。もう治ってるよ。治った。大人になってしまった。なってしまった。くらー、待って、見えてる、みんな。そういう時はな、真っ黒クロス受けてっておいで。バー出ないと目玉を放置くるぞ。真っ黒クロス受けてっておいで。バー出ないと目玉を放置くるぞ。グリバンバンっていうことで。どうせさ、私ら見えてても見えてないようなもんやよ。そうやな。正直これでこのラグクロの時はラジオと思ってもらって、久々の放送部と思ってもらったら良いかにしても長いな。だいぶ長い。何さん、これトンネル。トンネルって山の中じゃない？あ、山の上？え、白。え、でもさ、水の中潜る時もあるね。トンネル？うんうん。すげえ、あっちやんな。そりゃそうやろ。そんな急に住宅街の中にいきなり海ないやろ。東京にあるじゃない。あ、そうなの？東京だったっけ？けど結構あるんじゃない？山、やっぱ山とか海のその中とか。でもこうやって考えたらすごくない？だって山を切り抜いてこれさ、道にしてんねんね。すごいよな。気分ちゃう。で山作るのの延長線上みたいな感じじゃん。的な感じちゃう？出口が見えてきた。ちょっとだけ明るくなります。はい。あ、耳おかしなってる。なあ、耳抜きします。抜け出しました。はい。私の続き喋っていい？私の続きというか私喋っていい？はい。はい。私が今回の毎日投稿で一番印象に残っているのは、うん、青の編集の遅さです。なんかみんな私のこと言う。みんな青のこと好きやね。ありがとう。裏側裏側を喋ると、そうやな、やっぱまあ役割を割ってたので、この投稿多分見てて分かると思うけど、私たち動画の編集を揃えないんですよ。ちょっと癖出てるよね。マジで。大体他の YouTuber さんってさ、どれも同じように見えるように編集のテロップ統一したりとかさ、うん、音楽統一したりとか、多分そのチャンネルの色を出すと思うんですけど、途中ぐらいからやっとフォントちょっと揃えたぐらい。いやー、だけまだ可愛いフォントやから。色々そう、うん、っていう、なんかもうそこも揃えずっていう。なんかもうバラバラなんですよ。揃えるっていうことをしなくて、これだから誰がどの編集してるかでもなんかちょっとすぐ分かると思う。考察しながらちょっと改めて動画見返してみてほしいな。めっちゃそうだったもんやな。けど俺はそれやってて最近、その
でもみんなのそのなんていうその編集の得意な部分が分かって、あ、分析した。そう、ケイちゃんは、うん、その部員さんが湧いてくれるポイントを多分使うめっちゃ上手なんよ。はい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 。そうだから多分自分もそのなんていう推しっていう感じに多分磯目を見てやってくれてんだろうな、編集を。ファン目線みたいな。そう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 。みたいなところが多くて、で俺は多分なんかそのカット割り、まあみたいなところを結構なんかこだわって、そうえみたいな切ったりとかが多くて、でグレタンはもうテロップの日本語力、語彙力、できるぐらいですか。そう、か趣味シルバニアファミリーとかめっちゃおもろかったあれめっちゃおもろかった。いやそれ出てこんねん。ほんで青の特技はあの編集後半間に合ってないっていう。褒めてんか。そう、前半はめっちゃすごい怒涛のあれやけど、後半からこう落ち着いてくるっていうのが、でも青の編集ってほんまもっとおもろいねんな。そうやねん、だから活かせれてなかったと思う。もったいな、めっちゃもう1ヶ月でもったいな。じゃあ今ちょっと見てほしいんですけど、マジでジンナさん、マジでジンナちゃんはジンナちゃん見てほしいんですけど、あの性格診断見てほしい。 あの性格診断青が全部編集してくれたんですけど、最初からこうどん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 こうテロップがめちゃくちゃ減っていくっていうラストなんもね、ラスト一文を永遠に見ないと。もっと裏回ししたら尺もな。そう、本当は十何分ってあって14分ぐらいあった。そうで、まあ約束というか、まあなんかこう決まりとして、うん、その前日までには完成させて、あの確認を全員がしてるので、私たち。そうね、そう、全員が見えるように前日には全員に渡そうっていうのを、うん、まあ、決めてたんですけど、まず当日の昼に来て、うん、その時点でテロップ半分しかなくて大丈夫って思って、案の定8時半の1時間前の7時半ぐらいに、あの完成しましたって送られてきた動画が5分ぐらい削られた動画が8分ぐらいなんとってだってもっと裏話言うと、その日のなんか昼間ぐらいにあの動画もらっていいですかって。やればできるねんって、その短期間で間に合ってんねんから。YDK やから。じゃあまだ YDK じゃない。やればできてなかった。まずできたら やれてない。スタートラインにもなってない。最初の頃なんか割と NG 集とかもな、ほぼ担当してたもんな。ちょっと頑張ってくださいよ。そうですね、皆さんもしっかりお説教してあげてください。本当お願いしますね。一番食らうわ。一番食らうな。一番ない人が言ってた。一番ないし一番お金使う人が言ってた。お前ね。もう皆さん見て分かるかもしれないけど、初めの NG 集と後半の NG 集見比べても分かると思う。前半の方めっちゃこうボーンとか面白いな。確かに、まあ、結構なんていう、そう、面白い方に走ってる編集やったのに、後半も NG が流れてるだけで。お前ただただワンテイク、ツーテイク、そう編集しろや。並べてるだけ。上げていかんかん。はい。あとさっきも私、あれなんですけど、サービスエラー寄ってたんですね。そうやね。さっき。うん。ガチャしとって勝手に。うん。何買ったやん。何買ったで何回した。いやすぎやろこれ。聞こえてんのかもわからんぐらいちっちゃいねんけど。今音出した。だってだって。電池入れ替えなんかや。電池不足でこの音量なの。回したてで電池不足めっちゃ嫌やな。でもこれめっちゃ良くない？うん、そうやな。降ります。止まります。あ、止まります。これは家に飾りたいですね。持って帰ってください。磯目ハウスに飾りますから。ああ、もう家じゃん、もうハウスやんそれ。でもこんだけ青こと言ってたピンクも一緒にやってたから。そうなんや。これに関して暗いから映える。映えてた。暗いから映える。いい感じやろ。この辺なんか
かした時にそれ鳴らして。あ、そう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 、だから青の横に次乗ります。そういうことやな。そう、チショって言うの。チショって何か 出た時にそれを鳴らした。ピンポンピンポン鳴らして。チショではないよ。じゃあ音、前までもそんな方聞こえへんぐらいの。いや、それほんまにちっちゃすぎ。ジブリパーク行きたい。
でも列やろあれ。いや列とかじゃない、結局列もあれ並んでないから。ああ、そうかそうか。その行列が嫌になってきたんかなって。いやもう行列のところ諦めたからなあ。ああ、そういうことね。そう、ちょっとやっぱできるだけ、まあそうそうそう、列に並ぶというのをどれだけ屈辱か。そう、あれめっちゃ、だからさ、それこそ屈辱ではないけどな。屈辱ではないけどな。もうそれ並んでる人がめちゃくちゃ屈辱的に並んでるみたいな。どういうこと、屈辱って。屈辱はなんかもう何、恥ずかしいみたいな。そんな感じかな。すいません、大変失礼いたしました。私こういうことために怒っちゃうから、本当に気をつけよった。やった何話しようとしてたっけ、忘れてしまった。食べ物多いよねっていう話から。いいことやな、周りにすぐお腹いっぱいになるっていう。でもな、お腹いっぱいになったと思う。でもこれ食べたあれ食べたいって口だけでは確かに言うね。入らんのに。ああ、ちょっと食べて全部くれたら、残飯処理係よ。そうやね。そうなんだ、意外。でも美味しいもんね。どうした？お前まだチョコレート食べてんのか。なくなった。なくなったじゃない。私さ、結構なんかがっつり食べるから食べるキャラみたいなについてて、チョコモカチョコモカ青も食べてんね。いや、青の方が食うてるよ。食うてる。なんか、あのこういうチョコとかを青の方が食べるくない？私あんまチョコとか食べへんやんか、最近。あー、確かに。ちゃんとご飯の時間にご飯食うもんな。うん、いや、ご飯じゃない時もご飯食べる。あれれ、あれれ、だってご飯食べるやん。時間はさ、バラバラやけどさ、青は結構、なんていうのな、常にこう何かを確かに食べるようなイメージはあるな。いや、チョコやで。チョコだけ？おお、チョコもか、チョコもか。え、でもなんかチョコだけに突っ込んで、じゃがりこみたいな。突っ込み担当。いや、担当ではないけど。そういう時はもうテロップ、あのテロップで日本語聞けん。それくれたんです、編集。だから、まあそんな感じのことがイメージ的にあるから。わかるわ。お菓子か、まあチョコメインかもしれんけど、何かしらこう振ってるイメージ。チョコ好きよね。チョコ好き。私チョコ食べへんくなったからさ。え、食べるよそら。うん、けどなんか結構あの、なんだっけ、ラブロみたいなさ、チョコあるやん。なんだっけ、ラブロ、ラブロのチョコ。あ、ラブロ、ガブロ、ガルボ。違う、ガルボ、ガルボも確かに好きやねんけど、あの四角いさ、なんか糖質とかに抑えれますみたいな。1日5個までのやつじゃん。え、違う、え、あの白にオレンジの文字とチョコと、あれやんな、ジップついてるやつやんな。そうそうそう、あれな、あれすっごい好きやって、うん、ほんまにあかんぐらい食べてたんやんか、うん、マジでなくなった。そうなんか、そうやな、なんかあるんかな、食べへんくなったっていうことも。出したくても出せれへんもんやん。そうやね、普通
どっか出てたな。やばい。トンネルの時やろ。トンネル出てたな。俺もう触れやんとこうと思ったもん。そういうことやな。そう。いやけどやっぱ部員の人と会いたいよなっていうのはあるよな。交流がやっぱまだその SNS 上だけやからさ、そんなになんか深く交流できてないやん。応援してくれてそれにみたいな、その俺らも俺らのとこまで届いてみたいな感じやけど、なんかもうちょっとねあーってなるようになりたいね。より近く、そうより近く。
めん。もうチャリで来たやん。はい。カキで来たやん。よっしゃ。よっしゃ。